皆さんこんにちは、リアンです。ミシン壊れちゃいました。本当は見て見て、これ袋帯スーパーサンクスで買わせていただきました。ありがとうございますって言って、さっき行くバックパック作ってたんです、リュックサック。でもミシン壊れちゃったんで、一緒に作ろうと思ってたクラッチバッグを先に作りたいと思います。ポシェットにもなって取り外しのできる 2way のクラッチバッグ作るよ。用意するものは袋帯、ギャン、もう切ったね、もうさっきリュックのとこで踏んで余ったところのを使います。だから先にクラッチバッグ作る人はリュック作るから、その分ちょっと考えといてとこれはリュックで手のところを85センチ切って、両サイドを肩紐にするのに切った残り、これは間違えて切ったやつやから、こっからこのもう袋帯のいっちゃんええとこ、このいっちゃんええとこ使ってクラッチバックするよ。こっち使おうか、こっちからにしよう、そしたら間違いないわお太鼓のいっちゃんええところ、こっちを今度使います。だからこっちで切っていくよ用意するものはこんな感じや。今日は縫わないバッグ 2way のクラッチ&ショルダーを作ります。用意するものは 26.5×37cm の 1mm 厚の厚紙を1枚と、これを包む一回り大きめの布を1枚です。で次に剣刀紙、26cm×35cm の剣刀紙を1枚、これをくるむ一回り大きい布を1枚です。でこちら図のような剣刀紙を2枚、サイズはここにあります。あと型紙も用意してますので、型紙欲しい人はお友達登録してダウンロードしてください。これを包むこういう縦長の倍ぐらいある布を2枚用意してください。キルト芯 26.5cm×37cm のキルト芯1枚あれば可愛くできます。その他にこれね、マグネットボタン、水張りテープ、木工用ボンドなどあるといいですね。ということで、まず土台になる剣刀紙とか紙の分の説明いきましたね。でこれ剣刀紙、厚紙 1mm の厚紙、中に貼る剣刀紙、ふわふわにするキルト芯、そしてサイドの型紙と剣刀紙であります。でメインのこの本体がメインちゃんなんですよ。でメインちゃんの本体になるからこうなって、ここが模様になるから別にここでもええんやけど、こうしよう、こうなったら可愛いからこう切って、ほんでこの人はここで取れるようにしたいから、ここ、こんな感じにします。こことここバスッと切る、このより2センチ2センチ欲しいから、だいたい包み込むからね、これぐらい。分かれへん中年ね。まずサイド用にここをバツッとカットするわ。だいたい14センチ。バツッとね。これでサイドにする。はい。サイド。んで、本体。ここが可愛いから、でもここがさ、ここオリジはあるけど、ここは、いっちゃんええとこ持ってくる。でもこっちの方がキラキラして可愛いけど、いっちゃんええとこ持ってこう。いっちゃんええところを、こっちのカーブついてる方から2センチぐらい出して、折り込むのに2センチいるからね。で、こっちも2センチ。これぐらいやね。ここ切っちゃう。よし。いっちゃんええとこ切った。今日は、これとこれで、足りると思います。帯使わない人はだいたい紙の一回り2センチぐらい大きめでやっといてもらったらいいと思います。じゃあもうガツガツいく。私さ、今日朝からやっててさ、ミシン壊れてなんだかんだっつって、もう夜よ、うん、晩ご飯食べてへんし作ってへんし、もうあんたもう変な疲れて大変やけど、やるよ、私は頑張るよ。はい、
ということでパーツ作っていきます。でサイドのところだけこういうやつ型紙作っときましたんで、一応寸法でも書いてあるからそれでできた人は書いちゃって、でもちょっとカーブめんどくさいっていう人は型紙ダウンロードできます。いつもみたいに LINE でお友達登録していただいてレシピと言っていただくとダウンロードできるリンク先、また落ちた、リンク先お知らせいきますので LINE でお友達登録してみてください。詳しいことは動画のタイトル下をプッと押していただくと LINE の登録先、 LINE の登録方法を説明した動画のリンク貼ってあるからそれ見てやってください。よろしくお願いします。じゃあガンガンガン作っていく。私負けへんで、もう負けへん負けへん。今日はせやからミシンないから縫わないで。でこれね、あの型紙、サイドの型紙になります。真ん中の黒いところは黄色でやったら見えへんかったから黒でやったんやけど、折り目つけるところになるから要チェックや。で全部厚紙なかったら全部剣刀紙でもいいと思う。ちょっと厚紙あったら一手間増えてあれやってんけど、まあ丈夫やからええかなと思う。やってみました。はい、じゃあこれを剣刀紙に移します。あの厚紙コピーできる人は厚紙にそのままプリントしたらこんなん線でもええかもね。で折り目ちゃん、折り目ちゃん、折り目ちゃん、で折り目ちゃんはここ、よいしょ、折り目の印ちょっと写しとこうか。もうさあ、もうどんどん物壊れる。物壊れる時って一気。よし、どんどんやっていく。どんどんやっていくよ。切っていく。今日は大変な思いしたから、ミシン動かへんなって。しやから、サクッと、楽しく。縫わないでできるバッグがサクッと、できるはずや。よし。折り目つけとくね。あの後でバッグにセットした時に動きやすいように。折り目つけるのはこうやって目打ちとかボールペンの先っぽとかで傷つけてあげるとこんな感じで折り目入れやすいです。こっちもね、はい、こんな感じで折り目つけました。次本体、厚紙1ミリの厚紙で、上の方は大きさ265の370の厚紙で、上の方1センチのカーブつけてあります。でここ蓋で曲がるところと底で曲がるところやねんけど、ちょっとひっくり返しね。よし、ちょっと説明見て。下準備をします。1ミリ厚の厚紙です。この厚紙に折り目をつけるの。カーブがついている方が上です。上から 8.5 センチのところから上から 13.5 センチの間を1センチずつ折り目のために線を引きます。今度下から8センチ、ここから15センチの間、ここも1センチの筋目をつけていきます。これでカーブをつけておいてください。ってことで1センチずつこうやって筋目入れていきます。目打ちで入れていくといいよ。カッターの背とかでもいいけど、あんまりやると切りすぎちゃうからね。こうやって入れていきます。で、ここも上から 13.5 センチのところ、あの説明のところね。ここのところをこうやっていきます。こっち表になる方で、ね、入れていきました。そしたら折り目つけていくよ。筋やった方は外になるから、こうやって、こうやって、こうやって、折り目つけて、こっちもね。こっちも。で、最初硬いから、ちょっとずつこうやって曲げるようにして、私さっき曲げたからもう曲がりやすいんだけど、最初硬いから、裏に手添えたり、定規添えたりとかして、こうやってちょっとずつ、折り目を、よいしょ、つけていってあげて、真ん中やりにくいからね。頑張って。よし。で、できたら、こんな感じで、ぐりぐり。ぐりぐり。ぐりぐり。これで、だいたいできた時の形のイメージがわかるよ。丸い方が、蓋の上になる方やから、こういう感じになる。ちょっと斜めに、こういう感じ。
こういう感じのバッグになります。でこれがここに入るからね。ここね。よし。じゃあこれで段取り OK。では作っていきましょう。1ミリの厚紙の上に両面テープを貼ります。その上にキルト芯を貼ります。その上に布を包み込み、ボンドでくるりと貼り込みます。これひっくり返り、リターン、返しますよ。返したら、ここのセンターから 6.7 センチ上がったところにマグネットボタンをつけておきます。じゃあ、いよいよパーツ作っていこう。何でもいいんです。両面テープ。キルト芯が貼るのここに。で、ずれないように両面テープで押さえておくだけやから何でもいいです。ちょっとこれね、3ミリで細すぎるから1センチとか5ミリとかなんでもいいよ。で、こうやってこうカーブこうついたでしょ。こっち側、こっち側に両面テープ貼るよ。シャクシャク作っていく。シャク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 。で、ちょっとこれ薄い、細いから、下これめくって。長すぎた。もうさ、物ない。すごい勢いで壊れてる。なんか壊れるの一遍って言うけど、ほんまやよね。よいしょ。はい。じゃあ、でんでらでんでんでん。キルト芯貼ります。この、上のカーブのところ。よいしょ。あ、上手に貼れた。こっちが表になるよ。で、この上に、さっき切ったこれ貼る。これな、ちょっと、ほこりっぽいと思う。ここ袋帯やから、ここで切っちゃう。もったいないけどね。違う。こっちを中にして、こっちを表の模様にしようと思ってるからね。これさ、切ったらまたほこりでええねん。先からあれやねん。古い帯ってさ、ほこり出るのがね、嫌なのよね。人切らんように、帯使うって言ったっけ？帯使ってやるの。カートン出る。なんかカートン出る。この綺麗ところをこれに貼りましょう。これの上にこれをかぶせます。カーブのある方が蓋でメインの綺麗とこだからこっちやね。ここメインのところで柄ええように合わせて、チーじゃない？繰り返して、ギュッと押さえて、で、ここにボンドを塗って貼り込んでいく。でここはちょっとカーブになってるから、まあ、張り込みながら切っていったらいいか。やっていこうか。よし。じゃあ貼っていくよ。まあ見て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 くれたらわかるから。いよいよ貼っていくよ。ここで貼っていくもので使うのはこの水貼りテープ。カルトナージュでよく使うよね。そんで、スポンジ。水を含ましたスポンジ。これは速乾用ボンド。で塗るための筆。こういうのとかあったら便利ですね。じゃあ、さっきのこの表、ここ蓋のところから合わせて、塩梅になったので、ぐるっとボンドを塗って貼っていく。でこれビヨンビヨンって硬いやつは、めくれてったりするから、水貼りテープの力とか、クリップの力借りる。クリップ用意しとく。これね、クリップの用意しとくね。じゃあ、ちょっと貼っていこうか。で、この速乾用ボンド、濃ゆくってドロドロして塗りにくいようやったらちょっと塗りにくいね。お水入れてで自分の好きな濃度にしてあげるといいと思う。ちょっと割り箸ちゃんとかでこう混ぜてあげて。で蓋開けっぱにしてても乾いて、ボンドついた。今濡れ布巾用意しないからね。まだにボロボロ。よし、いいね。よし。塗っていきます。で、すぐ乾くから、ちょっとずつちょっとずつ貼っていこう。辺ずつ、辺、一辺ずつでもいいし、近くのとこずつでもいいからね。下は汚れてもいいように、私はいつものプラスチックバン、プラバン貼ってる。これね、すっごい分厚いから、弾力で戻ってくる。押さえちゃう。よいしょ。もうさ、帯ってすごい糸たくさん織って作ってるでしょ。だから、よいしょ。
あ、これ折りの帯ね。染めの帯とかやったらこんなん線でも大丈夫です。で、クリップで留めてあげて、クリップの力借りて、普通の薄い布やったらこんなんしなくてもくっついていくから。お水張りテープじゃんで、よいしょ。力を借りて、固定していくよ。よいしょ。よし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 。お水張りテープちゃんは、よいしょ。お水で濡らしたらくっつくからね。で、ここで注意やねんけど、ここに中のやつを貼るから、あんまりここはみ出すぎると、見えちゃうから、外から。ちょっと私これはみ出すぎるから、もうちょっと内側に貼るね。よし、蓋できた。そしたら、マグネットつけていく。これがこうなって、で、これがこう蓋。ね。それからここに、パチって受けをつける。で、これの場所は、ここの真ん中の下から67のとこ。ほんと？手つけちゃったよ。ほんと？こうなって、こうなって。あ、そんな感じか。じゃあ、ここに、ボコッとへこんでる方。マグネットボタンのへこんでる方の真ん中がここやから、この黒い点がここの真ん中になるように置いて、で、ここに切り目を入れる。ね。まず、目打ちで、ぐさ。指つかんよね。ぐさ。目打ちで広がるかな。カッターで切っちゃうと折り目切れちゃう。まあ目打ちでいけると思うわ。グリグリ。よし、お、よし、押し込めた。よし、入った入った入った。あ、これ来た。ね。こんな感じで来ました。で、これこうこうこうやって倒す。爪痛いからね。倒したらここに水張りテープ貼っとく。これで表の本体のパーツは出来上がり。こんなバッグ。じゃあサイドのパーツを作っていくよ。サイドのパーツを作ります。型紙通りに切った剣と紙にボンドを塗ります。これの2倍の大きさの布の下半分のところに貼ります。そしてここにボンドを塗って半分に折りたたんでしっかりこすって貼っつけてください。これを2枚用意します。これこれサイドのパーツ。で、サイドの布はこれを使う。これのこっちのキラキラした方じゃなくって、こっちの地味な方を使う。と思ったけど、足らんやん。だってここ縫い目やろ？縫い合わさってるやろ？いい、ここ足らん。足らん。あ、さっきの、このショルダーの紐今回作ってないけど、あの、作る予定やった時の歯切れがある。歯切れ持ってこう。歯切れ、いた。歯切れがあんねん。さっき途中で終わったやつ、それの歯切り使う。2つ並べられる。こんな感じで、ここ折り目になって、ここ折り目になって、下これぐらいや、これぐらい。布は 23.5×10 があったらいいです。よし。ここも半分にして、よいしょ。あのね、折りってね、折りやからすごい糸くず出る。折り目つけて、で、ここに、こうくるよ。真ん中にね。で、端っこ1センチちょいずつ余ってたらいいから、そしたらここに糊塗るよ。こう、こっちが内側で、このへこむ方が表側になるから、表側から塗る。ちょっと筆が固まったかもしれない。筆
で固まっちゃった人はお湯につけといたら治るから、ね、こんな感じに貼って感じ折り目つけたところね乾かへんうちにちょっとこうやって折っといてあげるとわかるからいいよ。乾いちゃうとどこが折り目やったかわかんなくなるから、ね、ここにもう一個の方もね本体にサイドのパーツを貼ります。ここにボンドを塗ってこのパーツをここに貼り込みます。歯切れで D カンをつけるパーツを作ります。このパーツはここに貼り付けます。詳しくは動画をご覧ください。ここに貼るんだけどもここが上上がここがこうピッと合うように貼るん？ちょっと止めてくれ。こう貼ってこう貼って予定ではうまいこと言ったらこうやって、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 こんな風にある。で、ここはこう、こう、こうなる予定。やってみようか。よし。やってみよう。うん。で、こういう時には、最強の味方の水張りテープを用意しておきますね。これ、片っぽずつやったらどう？両方、いいか、片っぽずつやるか。じゃあここのキワキワに塗るよ。大胆に。大胆に塗るよ。大胆に。いい、大丈夫？ちょっと多め。多めにやって、こうなってる、こう、こうなってる。こうなってるのが、こうくっつく。ここがこうなるから、いっぱい水張りテープ貼りましょう。これはこうなるから、ね、じゃあこっちも貼りますよ。強力洗濯バサミにしよう。割りのしっかりしたのにしてみて。こっちも同じようにして貼っていくよ。こっちのへっこんでる方は内側やからここをこうだからここをこうやってでここを折ってここが一番難しいと。これ貼ったら次 D カンのパーツ作る。反対やった反対反対反対間違えちゅうちゅう間違えた間違えたこうやからこうやんどうやっちゅうねんなこれがこうやからこうなるこうなるなよいしょでここの上がこうですでちょっとずつ貼っていく汚れてるところは土台本体汚すからつけてよいしょ洗濯バサミでちょっと固定してしもたらここ後からゆっくり沿わしていったらいいからしょやって入れてきたあなんか今デジャビュー、こんなことなんか前やったような気がする。水張りテープ貼っといた補強にもなるからね。おお、なんかちょっとカバンっぽくなってきてん。うん。ちょっとどうよどうよって感じで。いいんじゃない？バランスとってやっていくよ。よしよしよし、いいじゃんいいじゃん。なんか面白そう。じゃあこっちはこんな感じで貼れたので、重しちょっと軽く乗っけとくわ。広が、その方がよくくっつくかな。ちょっと端っこ置いといて、ここに D カンをつけたいの。これのパーツを作るのを作っちゃおう。じゃあここね、ここはなんか作り方、詳しくは動画をご覧くださいってやったから、やりましょう。水張りテープ使うといいんですよ。んで、これぐらい？これぐらい？水張りテープを 5.5 センチ切ってそれを半分に折ります。で
これ半分に切ります。よし、ね、布、さっきの布の余ってるところ適当に貼ります。要は三つ折りにして隠れたらいい。こんな感じで貼ります。でこれ両サイド切ります。だいたい5ミリぐらいあったらいいです。よいしょ、よいしょ。他のハンドメイドの人めっちゃおしゃれやから、机とかも整理整頓されてて、なんかステンシルとか塗ってておしゃれやから、ちょっと私もおしゃれな目指したいもんやね。できる？これをこうやって中向けに折って、隙間空いててもいいねん。どうせこれ2つ塗るから、そんな大したパーツじゃないんですけどね。こうちょっとこうボンド塗って、これを中向きに折って木に折ります。これを通して2つに折ったら、うらー、Dカンのパーツの出来上がりやろ。うまく作るね。できた。これをくっつけますよ。リバーシブルで使いたいから、ショルダーにするときは Dカンが外向きにして、使えへんときはこう中向きになるように、ここギリギリに貼っつけたいと。でこれ貼っつけるときはちょいちょい、ここも貼っとく。でここをまた水補強のために貼っておきます。で反対側も同じようにくっつけるよ。水貼りテープはすごく便利。動画のタイトルの下に Amazon のリンク貼っとくから、よかったら買ってみてください。400円くらいかな。よし、これでまた乾くまで置いとく。ちょっと重しいしとこうか。なかなかいよいよもうすぐ仕上がりです。内側を作ります。剣と紙にボンドを塗って布を貼ります。全体を布で包みます。中心から1センチのところにマグネットボタンをセットします。はい、これ中側の剣と紙です。この剣と紙は布をぴっちゃり貼って全部くるみ貼りするよ。だからここ全体的にボンドを塗っちゃいます。全体的に塗るときはこういうね、平たいハケちゃんが、こういうのはホームセンターで売ってるから、壁紙とか貼るところへ。ここにマグネットボタンつける。今度はプチって出っ張ってる方ね。出っ張ってる方。で、ここからここの真ん中の下から1センチのところにつけるよ。13のところにこうポチッと印をつけたら、このこれが真ん中やから。もうこんだけやってさ、さあできた、蓋するでっていう時にうまいこといかへんでずれてたらショックやよね。で、さっきとこう工作箱に入ってますね。これ入りましたと。はい、これをここにこうはめて、で外向きでも中向きでもいいから割ります。ね、痛い時は何でも使う。
オッケー。いやいちゃん。じゃあ、あとはもう組み立てたら出来上がりやで。うまいこといくといいんやけど。本体に中のパーツを貼り付けます。この本体にこの中のパーツを貼り付けます。すると完成です。こうなる、こうな。ちょっとね、温度固まる前にちょっと上げといた方がいいです。いけいけいけ。おー、雰囲気雰囲気雰囲気。ここはもうちょっといまいちやね。ここはちょっといまいちやから、こういう時は、何でもある。マスク養生テープで、ちょっと腫れてないところは、そしたら、これをこうやってここに貼るね。じゃーん、いけるか。ここにこれを入れて貼っていきます。で、糊塗ってから貼ったらベッタベタになるから、これをちょっとセットします。こうやってね、でここのところを揃えるね。と仮止めする。それでこれを入れ込んであげる。キュッキュッキュッ、めっちゃ可愛い。で、ここら辺にして上先こう貼って、で中貼ろうか。ここのところに糊塗ってペタッと貼るよ。こんな感じ。これの真ん中らへんで結構上の方が良かったね。よいしょ。真ん中らへんね。たらあともうここ貼るだけでいいよ。ちょっと貼れてないか。よし。さあもうあとこっちのとこだけ。全部塗ると歪んだりとかして厄介だから、要所要所だけでいいと思います。でこうやって。でも出来上がり。どう？できたね。よしよし。ちょっと乾かします。こうやって、で乾かしておくよ。こんな感じでね。はい、できました。ショルダーバッグ、ツーウェイなんですけど、ちょっとショルダーが好きなので、ショルダーバッグにしてみました。大きさはこんな感じで横長で、だいぶ広めです。開けてみましょう。長財布と、スマホが入っています。ちょうどこれ入れてあとリップぐらい入るかな。ちっちゃい小箱やったら入ると思う。こんな感じです。結構いいと思う。横長のバッグかわいい。それにちょっと派手派手な袋帯使ったから、お祈りメイクに見えへんことないような気がする。後ろにつけてもかわいいよ。ほらピュポーズいらん。本当は先にリュックサックをするつもりやったんですけど、ミシンが動かなくなっちゃって、今断線かなと思って電源コードを発注中。治るといいんやけど。だからミシンが動かなくなっちゃったから、リュックサックはちょっと置いといて、先にミシン使わなくてもできる縫わないバッグを作りました。これ後に作ろうと思ってたんですけどね。で、今回のポイントは贅沢な袋帯使いました。で、袋帯はゴージャスなので、思い切って派手派手なやつで作ったら可愛いんじゃないかなと思ってやったら可愛いと思う。で、この中なんですけど、ここに D カンつけたでしょ。これ D カン外したらクラッチバッグにもなるから、ちょっとやってみるね。このショルダー紐外して、よいしょ、ショルダー紐、ほら、で D カン中にしまえる位置につけといたから、こうやって中に収納してもらって、パチン、こんな感じで
クラッチバッグで持つとまた雰囲気変わりますよね。ちょうど持ちやすい、つかみやすい大きさで、裏も素敵。でこれだけじゃなくて、実はスリーウェア便利口金で使ったストラップ、チェーンストラップをつけてみたよ。じゃん、これ D 缶はアイデアでしたね。ここ最初違う位置につけようかと思ってたんですけど、いろいろ考えてここにして大正解。ほらちょっとチェーンで持つとパリバーク本当かよパリバッグになると思います。だからカジュアルに持ちたいときはショルダーバッグ、ちょっとお出かけとか着物で持ちたいときはクラッチバッグ、チェーンでもいいよね。着物のときチェーンでもいいですよね。私クラッチバッグだとどっか置き去りにしてきそうなので、こんな持ち手がついてる方がいいなまあこれしまいたかったらすぐに蓋開けて、よいしょ、チェーンついたまんま中にストン、これでクラッチバッグになるからいいと思います。ええやん、ちょっとええやん、すごくこの帯面白いなと思って買ってええの買いました、ありがとうこうやってショルダーバッグにするのも簡単ね。でこうやってショルダーにしたらカジュアルにもジーパンにもお出かけにも使えると思う。でこうお揃いのリュックサック背負ってお出かけしたら楽しいと思う。そしたらさ、ちょっと今さっき鏡見ながら思ってんけど、ここら辺寂しいない、ここら辺ブローチ作ろうか、歯切れ残ってると思うから、ちょっとブローチも超簡単やねんけどやってみようと思います。じゃからよかったら見てねいつも応援ありがとうございます。心温まるいいねとかチャンネル登録していただけるととっても嬉しいし、張り合いになりますのでよろしくお願いします。で画面下のこの辺にチャンネル登録ボタンの横ぐらいかな、下かな、にベルマークがついてます。ベルマークを押していただくと新しい動画が出るたびにお知らせがいくそうなので、よかったらポチッとしておいてください。で次回はミシンが直ったらバックパックになるか、ちょっとブローチになるか分かんないけどやってみたいと思います。歯切れ最後まで楽しく遊んで作っていきますよ。またよかったらお会いしましょうリアンでした。YouTube ではなかなかお伝えできないことや細かなコツやポイントをお伝えしています。リアンの講座には基礎ののり編と応用ののり編があります。まずは基礎ののり編です。講座には一閑張りのバッグがすぐに作れるカゴバッグ材料セットと、一閑張りのためののりや書き芯のついた初めてセットがついています。お好きな時間に、ご視聴期間なら何度でもご覧いただけます。詳しいことは動画の概要欄にリンクがありますのでご覧ください。合わせてリアンとリモートで学べる初めての一閑張り講座も不定期で開催しています。一緒に一閑張りを楽しみませんか？